どうも、日給ならみでしんじです。ドッキリの時間です。来ましたね。ドッキリですよ。今日は、僕たちね、マセキユース、本所属になりました。ありがとうございます。なんですけど、まあ、そこでですね、ちょっとマネージャーさんも、ついたので、ちょっとマネージャーさんにもちょっと協力してもらいながら、こちら選手にドッキリを仕掛けたいと思います。ドッキリの内容としては、はい、まず、こっちゃん選手に、月9のヒロイン役の、案件が来ます。はあ、来るわけないのに。あの演技力絶対来るわけないのに。そうですね。来て、はい、OK したら、実はすいません、それ間違いでしたって言って、実は AV でしたっていうことになってます。で、こちら選手は AV の仕事を受けてしまうっていうドッキリになってます。はいはい、まあ、さすがに気づくかなとは思うんだけど。まあ、気づきますよね。気づくけどね。まあでも、マネージャーつきたてだから、いきなりマネージャーからそれ言われたら、確かに、マジでみたいになるかもしれない。かもしれないですね、確かに。これ楽しみだね。楽しみです。本当に、ああ、いいよ、全然 AV やるよってこと先生言い始めたら、もうそれ一発取っちゃう。どっちに転ぶか、楽しみだ。いざ、決勝。どうも、日給奈々です。始まりました。今回は、はい。試合対決始まりました。ごめんなさい、なんか日常では聞かない言葉が おらおらおら、なんて言いました。やっぱ YouTube といえば、はい、潮吹き対決じゃないですか。知らねえだろ。どこの YouTuber がやってんだよ、その企画。どっちがどれだけ潮を吹けるか。見たことないよ、そんな企画。ない？どっちがどれだけ潮を吹けるかって。いや、でも暑いよ最近。はい、潮吹いちゃうじゃん。潮、あ、だ、汗のってこと。今俺は潮吹くって言うんだけど、汗をかくのこと。最近とかかな。あ、すいません。はい、あ、なんか、なんかマネージャーさんから LINE 来た。LINE 来た。あ、ま、ちょっと待って、なんか来た。ちょっと一瞬。はい、ごめんなさい。ちょっと、あ、月9ドラマ。え、嘘やん。こんなんドッキリでしかないやん。嘘、マジ。え、ドッキリでしょ。多田さんでしょ。多田さんだけど。読んで。こっちゃんさん、お疲れ様です。月9ドラマのヒロイン役にこっちゃん選手依頼がありました。月9ドラマの、いや嘘だって、こんなありえるわけないから。タイトルは空飛ぶ魔術。聞いたことない。え、恋人役は、ちょっと読んで。恋人役は超人気俳優 S 君だそうです。超人気俳優 S 君。ヒロインは誰、様々な乗客と交流し、この中で言われる人と基礎を描いたヒューマンドラマになります。やばい、これちょっと早めに返信しといた方がいいじゃん。でもさ、これさ、キスシーンにはちょっとした濡れ場があるみたいなんですが、何か不審なことありますでしょうか。やばくない。え、待って、どうすんの。え、でもイケメンだったら別にいいんだけど。だって超人気俳優 S 君だよ。誰だよ、菅田将暉。え、菅田将暉かな。以外ありえなくない。佐々木蔵之介。そんな上までいく。佐々木蔵之介かな。佐々木蔵之介か菅田将暉、うん、だったらいいな。これだってドラマが始まる前のこの映像めっちゃ貴重じゃない。いや、始まる前のこのスケジュールはどうだった。え、全然大丈夫だけど、え、めっちゃ不安。ちょっと待って、言いたくなってきた。足、演技やばいんだって。演技やばいんだって。だから俺企画で、演技やばいって。企画でもう演技も磨こうよ。うわー、そうなる。ドラマ、いや、演技やばいって。これはすごいよ。いった、さすが本所属。ぜひやらせてください。NG 特にありません。うん、よろしくお願いします。うん、特にありません。ちょっとした濡れ場ってどういう感じなんだろう。なんなんだ。いや、でもさ、変な男の人とキスシーンあるみたいな。いやいや、月9でしょ。いや、わかんない。なんかキモいさ、ジジイともさ、うん、キスシーンとかあったらどうする。超人気俳優 S 君だよ。君付けされるのもやばいから。ジャニーズかあれでしょ。え、これ本当の話なの。いや、俺も信じられない。私これドッキリだと思ってんだけど。私こんなんドッキリでしょ。送ろう。でも、え、NG 特にありません。え、でさ、キモいさ、ジュエイトのさ、なんか濡れ場とか。超人気俳優。いや、違う、超人気俳優、違う、そいつとの濡れ場じゃないかもしれない。だって。風俗嬢とかの役で。別のでね。そう、キモいジュエイトのキスシーンとか、濡れ場とかあったらどうする？ないない。佐々木蔵之介？佐々木蔵之介かな？
佐々木蔵之介だからあるかこれ佐藤勝利君とか、うん、佐々木蔵之介えあと誰だ佐藤勝利君とかやばい君だでも佐藤勝利君佐藤勝利君だよね佐々木蔵之介君はないかないと3でしょ3だよなあなんか続き来た来たごめんなさいちょっと見てみます読んでそれ先ほどのメール仕事内は少し間違えて落ちましたスケジュールと NG がないということなので以下の件消させてます俺月9じゃないな月9じゃねえじゃねえかよ何これなんて書いてある月9本撮り AV の費用とヒロイン役ぜひこちら選手の依頼と伺いましょうこれはタイトルパコパコバスツアーイン鳥取え恋人役なね超人気男優シミケンじゃねえかよ S ケンって書いてある S くんじゃなくて S ケンキスシーンはちゃんとした濡れ場があるみたいな何か NG なのことはありますでしょうかあるに決まってんでしょうてよいやでもマネージャーさん決まったばっかりよちょっとこれは受けた方がいいいやいや無理だよちゃんと多田さんが拾ってくれた案件やし月9本撮り AV のヒロイン役ぜひこっちゃん選手を作れちょっとだけ変わってんのか月9と月9本撮りって本撮りがなかったのかちょっと待ってね、うん、多田さんがでも珍しいねこんな間違いいや間違いとかじゃねえだろこれ間違いもう佐々木蔵之介はそっちだっち空飛ぶバスツアーパコパコバスツアーだったのかの怒りのラインを打ってるそういう間違いもあるじゃん間違うわけねえだろうだよ多田さんだって人だからこっちゃん選手でももう受けたんだから NG なしでやろ頑張ろ S 剣 S 君か S 剣か分からんけどもうマジモードに入ってるこっちゃん選手がセックス絶対無理ですよ NG はなしですって言っちゃったからなしょうがなくないでもちょっとてってれードッキリ大成功イエーイピース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 やめてやめてやめて痛い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 いやーいやーちょっとちょっとちょっと痛い何これはこれはない痛い地味に背中痛いあー最悪最悪だ佐々木蔵之介はこいつ違う違う何やってんだよお前びっくりしたね本当に AV 出んのかと思った私本所属になったもんね本所属になって、うん、1本目のそういうメディア系の仕事が AV になったからマジで最悪なわけないじゃんはあ、多田さんに無理言ってちょっと協力してもらいましたいや多田さんありがとうございます多田さん使うな多田さん使うなガチすぎたこれマネージャーの仕事じゃないからこれ絶対ガチだと思ったまさかお前そこお前シーズン2来たなこれ何のシーズン2ドッキリシーズン2来てるよ何のだよ所属してからの、うん、うわマジでびっくりしたいやマジで須田雅貴佐藤勝利、うん、佐々木蔵之介、うん、もう3人がこう攻めに合ってて今そうだねメリーゴーランドみたいにこうどの S 君だどの S 君だろうどの S 君だろうってなったら S 剣 S 剣に変わってたからシミケンやんけシミケンやんけおいくっそ騙されためちゃめちゃ面白かったわ月9出てちょっとまあこんな演技力ですけどぜひ使ってください僕も使ってください、ね、基本はちょっとした濡れ場とかキスシーンぐらいなら、うん、まあまあやるんでまだやるんすけど
まあちょっとがっつりの塗ればと、ディープキス系のキスはちょっと無理なんで。真面目に答えるなお前。来るわけないだろこの演技力。AV は絶対にやめてください。焦ったね。月9本撮り。AV。月9から月9本撮り AV に変わったもんね。パコパコバスツアーイン鳥取。鳥取まで行ってシミケンさんと絡んで。鳥取で9本撮ると思ったでしょ。うん。まあ演技いらねえなと思っちゃったけど、シミケンさんに任せればいいからそういうの。真面目に考えたな。今日ドッキリはこんな感じです。めちゃくちゃ潮吹いちゃったよ。マジで。次じゃあ月9で潮吹いちゃってください。月9で潮吹けるか。月9本撮り。バイバーイ。